80回が幕がかかったのがもしかしたら5、6回しかないんで、これ重量まで上げていくとどこかでフォームが崩れて、あまり重量を上げないで、その刺激を変えていく、変に。どうも皆様こんにちは、グリードです。前回ですね、1年ぶりにカネキンさんのジムにお伺いして、筋トレ動画を撮ってきたんですけど、まあその時にカネキンさんにちょっとガチな筋トレの質問をね、いくつかしまして、重量についてカネキンさんのオーバーワークと、あと肩トレの考え方について聞いてきました。で、僕も結構ね、筋トレの質問系の動画見てるんだけど、結構、まあそんなに見たことなかったなとか聞いたことなかったなっていう内容だったのでシェアしたいなと思います。ちょっとね、普通の会話の中で突然始まった質問コーナーだったので、音声があまり良くないんですよね。僕の声が全然拾えてなかったりするんだけど、まあ、カネキンさんの声はまあ、かなりはっきりとね、聞き取れるレベルになってるので、まあ、動画上は問題ないと思います。毎回同じレップ数だと、体が慣れちゃうみたいな。体が絶対慣れちゃう。っていう話もあるじゃないですか。うん、でもそれは、例えば、10発を80キロ、ベンチプレス80キロ、10発バンバンバンってもう上げるようになったら、今度はゆっくりゆっくり3秒ぐらいかけて下ろしてバーッと上げて3秒ぐらい下ろすだけで、80回が楽々上がったのがもしかしたら5、6回しかないんで、だから扱う時間も伸ばしてさらにまた刺激を増やすような感じ、こっちの方が関節とかに深いダメージいかないし、だから本来ずっと重量まで上げていくとどこかでフォームが崩れてフォームが間違ってるのに今全身を使ってあげちゃうとかで、それで慣れちゃうと怪我してまたやり直し、だからちょうどこうフォームが崩れ始めたら今度はスピードを落として停滞させて、それで強くなってまた落ち方とかで刺激を変えていく。特にもうカネキンさんレベルになっても重量がそもそもとてつもなくなってくるから、そうそうそう、もう余計そういうゆっくり下ろしたりとかあまり重量を上げないで、その刺激を変えてるんですよ。変に言えば重量は上がっちゃうかもしれない。上げちゃうと怪我、そう、怪我につながる。僕もその限界っていうのが去年で、去年ぐらい胸断裂して戦績中も断裂して、いろいろ自分の限界をそこで初めて知った。あ、そこまで自分を押したら怪我するんだっていう、だからそのギリギリの毎回トレーニングするたびに弱くなってるなってなったら、それはオーバートレーニングしてる証拠。睡眠が足りない、栄養が足りない、トレーニングやりすぎのどっちどれか、全部かもしれない。オーバートレーニングみんななんか最近オーバーワーク、筋トレ界で流行ってて、なぜか今さら。でもみんな1回のトレーニングの中のオーバートレーニングって解釈しすぎ。ほとんどの人、特に初心者は1回のトレーニングで追い込みすぎるっていうメンタルはない。逆にできたらすごい。でも僕の中でオーバートレーニングは長期間、回復しないのにまた同じ場所当てちゃう、また当てちゃう、また当てちゃう、どん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 トレーニング質も落ちて怪我して、それがオーバートレーニング。ああ、そうですよ。今の方がネタとしては伸びる。なんか10分間で腹筋を終わるとか、すぐ上手くなる2週間です、はい、大胸筋がでかくなるとか、みんなここがスタート地点と思ってる。ここから上げる、はい、でも逆にこう外にダンベルを持ったところで、これをしばらく5、6秒ぐらい持って、やっぱ燃え始めたら、ここがスタート、ここからスタートして、1、2って感じで、やるだけですごい変わる。起点を上にすると、そうそうそう、確かに下にしてます、そうそうそう、ここで1。やるだけで、かなりパッとくるかと思って、でも、うまい人とか見ちゃうと、やっぱり山岸さんとか、やっぱり海外のうまいビルダーとか見ると、もう効かせるのがうますぎて、ブンブン振り回しても、すごい効いてる。それを一般の人が真似しちゃうと、最初から真似しちゃうと、なんかあまり難しい説明するのが、これはもう、まあ、感覚に近い、感覚すごい近い。正しい、なんかだんだん僕もこの正しい、正しくないっていう考えよりは、なんかその人がうまくできてればいいんじゃないかな、危なくなければいいかなっていう。じゃあいい話を聞いてしまう。すごい、もうこれだ、これで動画一本。僕のチャンネル視聴者グリノさんとこういう話ができるからすごいですよね。なんか金量はないけどこういう話は好き。いやでもビフォーアフターの写真すごかったらしいですか。全然体違う。あれでプラスマイナスプラス何キロぐらいですか。最近上げた写真あるじゃないですか。はいはい、スモートがすごいちっちゃいんで。あれ変わったから、変わった後で、また後で来た。
多分そのハルク君の右のこれぐらいちょっとでかく書きすぎたらしいですけど、ああ2000日来てるんだ、あそっか、よかった、よかった、じゃあ大丈夫、動画撮ったんで、あそうなんだ、じゃあまた写真だけもう一回サインします、いやもうそこそこそれ多い。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on.